シマルの大冒険。どこに着きましたか？今ね、和牛マフィアに着きました。初めてその和牛の肉を食べるからめっちゃ楽しみにしてる。はい、こちらはあのホリエモンさんプロデュースの完全会員制和牛レストランです。もちろん私たちは会員ではなく、今回は知り合いの方が招待してくださり体験できることになりました。日頃は全く縁のない場所で全力で楽しませていただいた様子をぜひ最後までご覧ください。すごい香りが来るね。めっちゃ美味しい。美味しそう。いい匂いする。ようこそ和牛マフィアのところで、今日のメイン骨付きですね。これエルボーン、サーロインの骨付きのエルボーンで、牛は神戸牛、これはドライエイジかけてるので61日。何キロあるんですか？これで大体18キロぐらいです。すげえ。行きましょう。ウェルカムトゥ和牛マフィア。行ってらっしゃい。これはね、ちょっと最初やっぱ恥ずかしいんですよ。行ってきます。そしたら行ってきます。行きましょう。ウェルカムトゥ和牛。おそらくメニューはコースだけでこんな感じで一品ずつ出てきます。美味しいの？味が薄いけどめっちゃなんか美味しい。気持ち悪くない？生で。意外と気持ち悪くない。こちらは確かイタリアナポリのものだった気がします。美味しい？めっちゃ好き。味のところがないから珍しいね。よし、いってらっしゃい。行ってきます。餃子和牛ダンプリン行きましょう。和牛餃子、いってらっしゃい。シャイなシャイ。やりたいね、マルコ。やりたいやりたい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。もう一回やってもらって。続くお料理はこちら、2倍ぐらいある餃子です。すごいね、和牛餃子。なんかこのお店系列でラーメン屋さんも月に1回かやってるみたいなんですけど、そこですごい人気の餃子みたいです。日本の最後のところと和牛肉は組み合わせ最高。めっちゃジューシー。音楽いきますか。なんかマグロの解体ショーみたいな感じで、本当に見て楽しむっていうところをすごい大事にされてるなって思いました。でもやっぱりなんかこれ見るとギラギラ感がすごいですよね。厚焼きサンドイッチ、厚焼きサンドイッチ。このサンドイッチはこのお店の代名詞になってるほど人気らしいです。はい、失礼します。一緒に。お店の雰囲気はもう見てわかる通り、会員制でありながら結構カジュアルな感じで、音楽がちょっと大きいので、こうゆっくり喋りたいっていう場合は他の店の方がいいかもって言った感じです。楽しいなって思うのはこうやってキッチンに勝手に入っていけることですね。ショースパやばい。続いてこちら、焼き椎茸です。なんかすごく思ったのが、こういう椎茸とか間に挟んでくる野菜とかもめっちゃくちゃ美味しかったんですよ。まっすぐ、すごい大きいねこれ。肉みたいだね。赤身のお肉がほとんどなので、お腹がそんなにもたれなくてよかったです。めっちゃ美味しい。なんかファットの香りが残るよね。顔に顔じゃない、口に。
塩とわさびつけた方がうまい。もう同時にいけるんだ。わさび塩、わさび塩。なんかね、わさびがね、リンゴとかを混ぜ合わせたみたいな味したの。わさび美味しくない？わさびは最高。美味しすぎるよこれ。なんかフルーツみたいな味。甘い。肉の板前ですね。板前。肉のエーマチーズ。すんごい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。もうね、お肉が本当に芸術品っていう感じの輝きで。きのこも肉うまかったね。あ、ほんです。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございます。すごいよ、ここまですごい匂いしてる。ちょっといい？普通のニンニクと違って匂いも残りづらいし、本当結構甘いので。あの塩とか。ありがとう。はい、じゃあいただいていきたいと思います。なんか手元にお肉がなくてこうやってやると結構うざい。あの、こういうお店なので当たり前ちゃ本当に当たり前なんですけど、お肉の焼き加減がすごく絶妙で、あとね、なんか山椒とかの薬味が本当に美味しかったです。美味しすぎて頭がくるくるするよ。なんかこれだけ品数とお肉の種類があると、メインに着く頃には結構お腹もたれてるかなって思ったんですけど、ちょうど良かったです。やらせていただきましょう。スケベン、いってらっしゃい。いってきます。はい、だんだん締めに入ってきますね。そうそう、外国人だからすいません。美味しい。これお肉も入ってるんだよ。え、なんかこれもらいました。何、どうなった？何それ？緊迫。いや。この図がね、本当にすごいギラギラ。でもすごい楽しそうですね、みんな。めっちゃいいね、めっちゃショーだね。やばい、二人とも。はい、これがさっきパタパタしてたちらし寿司です。マルコのフードにもいっぱい入ってます。はい、そして最後デザートのパイナップルをいただいて、最後はどうやら乾杯する様子ですね。コピーライト祭りだからね。イエーイ。また音楽。もう究極なオープンキッチンで素晴らしいなって思いました。ありがとうございました。ありがとう。いやもういいよ。もうさようならなんで。もう今行ってらっしゃいじゃない。そう、お家行ってらっしゃい。そう、正解。あの、日本にいる期間は短いのに、あの、これはめっちゃいい経験だったから、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。行ってらっしゃい。そしたら行ってきます。パーフェクト。はい、ありがとう。いや、面白かったです。今日はすごいなんか楽しかったし、結構なんかこのレストランについてちょっと読んだら、まあいろんな意見があるし、なんかメンバーになれないと入れないらしくて、
なんか値段もちょっと高いよね、一人ずつ。なんか紹介してそこに連れて行っておごってくれたからすごいなんかありがたいよね。めっちゃいい経験できた。料理はもう最高。本当に今まで日本で食べたレストランの中でトップ3だと思う、このレストラン。本当に。しかも肉、私あんまり肉食べないのに、そうだね、むちゃくちゃ美味しかったよ。うまかった。でもこれだけではなくて、そのレストランだと店員さんとめちゃくちゃ仲良くなれるから、もうこの経験はなんか2倍ぐらい上がる。最高。みんなすごいフレンディーだし、やっぱり自分の仕事はめっちゃ好きだとすぐ分かる。仕事してる姿っぽくない、いい意味で。で、僕外国人だからそういうエンタメのところはめっちゃ好きで、うん、もう最高。なかなか入れない場所よね、外国人として。うん、隣のテーブルみんな外国人だったんだけどすごい夜だったね、ほんとそう。みんなここまで見てくれてありがとうございます。あ、ごめんなさい。まだ見てるの？まだ見てるよ！あ、やっとね。俺は最初から誰かが答えてほしかっただけ。見て続けてありがとうございますよ。あ、まあ、次の動画を見てくれる？じゃあ、Yes or No? Yes! ありがとうございます。じゃあ、あなたたちも次の動画を見てください。よろしくね。